アレッシオ・タッキナルディは、イタリア・ロンバルディア州、クレーマ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者、解説者。現役時代は、イタリア代表でポジションはミッドフィールダー。アタランタでその才能を認められ、1994年に、強豪ユベントス FC に引き抜かれる。そのシーズンに、ユベントスは8年ぶりのスクデットを獲得するが、リディ・エデシャンの壁は厚く、 レギュラーの座をダッシュするには至らなかった。しかし、世界有数のボランチから学び、その能力を次第に開花させていった。そして1999から2000シーズンより、カルロアンチェロッティの信頼を勝ち得て、レギュラーに抜擢されると、監督の期待に応えるプレーをし、ディディエデシャンの抜けた後の中盤を支えた。また、マルチェロリッピ政権下でも主力としてプレーし、 数多くのタイトル獲得に貢献した。しかし2004年、新監督にファビオ・カペットが招聘されると、監督の愛で死であるエメルソンにポジションを奪われ、出場機会は激減した。2005年、世界屈指のボランチと評されるパトリック・ビエラが加入すると、UEFA チャンピオンズリーグへの初参戦が決まっていたビジャレアルへレンタル移籍した。2007年、 レンタル移籍の期間が終了し、ユベントスへ戻るも、クラブとの契約を解除、セリエビーブレシア移籍、1シーズンを過ごしたが、シーズン終了後に現役を引退した。イタリア代表としては1995年9月6日のスロベニア戦で代表デビューを飾り、2003年に、シリゾクまで国際 A マッチ13試合に出場した。引退後は、 2014年にレガプロセコンダ・ディビジオーネのペルゴレッテーゼの監督に就任するも同年中に退任。その後はメディアセットのサッカー解説者として活躍していたが2015から2016シーズンに再びペルゴレッテーゼの監督に就任した。その後セリエ D のレッコ AC ・クレーマの監督を経て2021年よりセリエ C のアルマイベントスファーノの監督を務めている。 ありがとうございます。